おはよう。今日はめちゃくちゃ久しぶりにお出かけです。はい、京都の飲みの市に行きます。やばい、めっちゃ楽しみ。この日を楽しみに頑張った、ね。うん、じゃあ今からどこ岡崎公園に歩いていきます。いい天気ガも可愛いですね。来たね。ついに来たよ。見して。500円やった。見してスミカのオブジェ。めっちゃ可愛いの。見て。スミカ。可愛い。嬉しい。行こう。いい買い物したよな。なあ、何個買ったんやろ。10個は買った。買ったかな。掘り出し物すぎた。うん、めっちゃ良かった。楽しかった。てか可愛い人が多すぎて、なんか目の補充、保養。目の保養です。保養になりました。結局2時間ぐらい滞在してたかな。うん、毎月やってるみたいよ、月1で。そう、そうやね。夢。一緒に住んだから、一緒に来たかったね。また来月も来る。うん。めっちゃ良かった。今お腹空いたのでご飯行ってきます。喫茶店 Go Let's
が オムライスが有名な喫茶店です。お腹すいた、お腹すいた、今日朝ごはん食べてないからめっちゃ楽しみ。はい、もう帰ります。いい日やったな。また京都来ます。バイバイ。Can I take this card? It's okay. ただいま。今何時？今は3時4時。4時、4時前です。で、今からちょっとだけ飲みの市で買ったものを見せて、うん、ここの壁紙を張り替えていきたいと思います。うん、白い壁紙に変えるのね、うん。それが今日できた。マジで最高。いい日や。頑張ろう。では、行ってみよう。はい、こんな感じです。とか10点ギリギリあった。これめっちゃ可愛いもん。これ400円。キッチンに飾ります。それ何やったっけ。キッチンに飾ります。あ、キッチンに飾ります。なんか入れることもできる。うん、可愛い。醤油差し100円。うん、これでそれずっと欲しかった俺。うん、これこれ600円。うん、花瓶可愛い。一輪差しの白が欲しかったな。うんうん、いいね、一輪差し。これは炭か。めっちゃ可愛い。真鍮とか。可愛い。これいくらやったかな。これ500円。うん、安い。可愛い。これ600円。おお。お香を縦にします。あ、いい。りょうへくんの名案。で、これはうちが欲しかったウニコのやつがなくて、それ2、3000すんねんけど、これは2つで600円でいい。お買い得。これめっちゃ嬉しい。可愛くない？それでお茶しましょう。毎日お茶してるもんな、2人で。あとリュウヘイ君、マスカップ買った。今たんびに、今たんびに見ていくの。俺マスカップお茶してるじゃん。これ買いました、スカップ。いくら？これ、500円。500円。名古屋の古着屋さんが来てたんで。うん。白くらいからね、これ便利なんです。毎日につけてく。うん、着てこう。